今日は水仙能について紹介したいと思います。この水仙能ですね、今綺麗な花が咲いています。はい、実はこの花ですね、毎年こぼれ種からですね、咲いていきます。私はですね全く手をかけてないんですけれど、毎年たくさんの花を咲かせてくれます。これはまだこれから大きくなっていくところですね。次々とですね、花が咲いていきます。うちの横のですね空き地にですね、いろんなところにですね種がこぼれて、花が咲いています。はい、これもちょっと違った場所ですけれど咲いてますね。はい、今度は少し離れてですね、これは富士の木なんですけれど、富士の木のですね、こんなところにも咲いています。種がこぼれてですね、自然にここまで大きくなっています。今度は少し離れた前庭の方ですね、ここにもこんなにたくさん、これも自然に生えています。私が育てたわけではありません。種がこぼれてですね、花が咲いています。はい、これも種がこぼれたものですね。まだこれは小さいですけれど、これから大きくなってきますね。こちら、こちらは雑草の間に、生えてきてます。こちらはですね、駐車場の裏側ですね、裏側にもですねこんなにたくさんの水仙の花が咲いています。はい、ここにこれからまた大きくなる小さな水仙のたくさんありますね。この場所はですね、チューリップ、今チューリップがですね、葉が枯れてきてますけれど、この横ですね、これはフリージアですね。フリージア、これもちょっと終わりかけてます。この横にですね、こんなにたくさんの水仙能が咲いています。